マイクチェックから掛け合いみたいになっちゃってヤバそうなバトル始まりそうですね。先攻がシャーク、後攻がキョッティ、大粒ファイ、大粒ファイト、2回目の挑戦。これからお前は何か変わった？あの2ヶ月を超えてお前と戦ったバトル、あの日を思い出して何度も振り返ってここに立ち上がってきたって。彼女と夜の営み、夜の営み楽しそうだね。俺も混ざっていいかい？この前セックスしたんだろ、前慰めのセックスは気持ちよかったかい？いや俺だったらあの後彼女を見たけど一人でオナニ、物陰に隠れてオナニ、トイレのオナニも気持ちよかったでしょって。お前は一人でオナニしてる間、俺も毎日彼女と仲立ち、どっちが夢見てる少年か分かるだろ。こういうところしっかり差をつけてく、人生は一度きりだからそっから這い上がる。何度も泣き出しのセックスしてきたかもしんないけど、今の彼女のセックスが一番気持ちいいんだよ。そういうこと伝えてく、そこじゃナンバーワンプレイよ。最高だな。俺も今の彼女のセックスが最高だよ。だけどもっと最高なのがこのステージだったよ。それだけだろ、俺らのマイクポッド理由なんて、セックスよりも気持ちいいものを味わいたいだけなんだよ。ただそれだけ、ただこれだけ、ただそれだけのことに俺は命かけてマイクを握るんだぜ。お前が9時から何だろう、俺は朝早いのか、俺は朝早くからずっと泥まみれになって生きてきてんだよ。不良、どっちも男らしかった、どっちも男らしかったです。いやすごいですね。でも勝つのは一人ね。どっちがヤバかったか声上げてください。先行シャークがヤバかったと思う人、高校キョッティがヤバかったと思う人、ちょっとみんなの元気が足りなくてわからない。もう一回お願いします。いいですか、皆さん声と挙手でお願いします。先行、いやいや今かよ、今の返しの声はでかい。いいですか、先行シャークがヤバかったと思う人、高校キョッティがヤバかったと思う人、おお、割れたね。1回目はねシャークかなと思ったの、はい、で2回目はキョッティだったんだよね、まあ俺的には。だから先攻後攻入れ替わりましょう。いやまあ先攻後攻入れ替わりました。先攻がキョッティ、後攻がシャーク、大粒ファイ、yeah. ここで使うマイクチェック、ワンツーワンツー、この前したよ彼女のバックハッツ、1、2、3、4、これなら3つ、yeah、それでもステージでダンスしちゃう気持ちよく俺は乗れる。お前は気持ちよく乗るのか、まあ、今日も女のマンコで気持ちよく乗れてな。だから女のマンコってのは感じちゃダメなんだよ、しっかりと奥底についていかなきゃダメ。そういうところ、こするところはもう決まってんだろ。そういうマンコの攻め方を強いってどういう場所にはね、しっかりとバチバチでやり合おう。マンコの話とかはどうでもいいから、俺はマンコよりも最初お前マンコの話したのお前じゃん。俺ってかさ、マンコの奥じゃなくてクリトリスいじっていかせるのが好きなんだよね。ただそれだけ、俺が俺の性格、まあ女のおっぱいを超えていじっちゃう感じ、まあクリトリスも超えていじっちゃう、その後超えていじっちゃう、その後俺舐めちゃう、そういう感じ。乳首いじりながらクリトリスいじる、そういうやり方セックスの営みが楽しいぜ。俺も毎日いじってるぜクリトリス、だがお前の衣装とそこ次もつく、そういうやり方、だと分かっちゃね、終了。さあどちらがヤバかったか大きな声と挙手でお願いします。皆さん準備はよろしいでしょうか。先攻キョッティがヤバかったと申し、後攻シャークがヤバかったと申し、先攻キョッティの勝利です。シャークにも大きな拍手を。